兄さん。どうした？ごめんなさい。まだ皆無には行ってなくて、帝国軍がここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。バカな。それでジャレット助かんなかったの。ごめんな、助けてやれなくて。何にもできなかったんです。もうちょっと待っててくれ。俺が帝国をやっつけるから、約束する。俺も王子を支援します。私、タルコットと一緒に皆無に行くよ。だって何かしてないと分かった。さすがにあいつを一人では行かせられねえからな。社内は窮屈かもしれねえが、許せよ。出発するか。そういや、シドとシドニーが船の修理でカエムに来てるそうだ。それはありがたいな。ああ、ジャレットの手配だってよ。そっか、さすがだね。結局そういうやつらなんだよ。満タンにしといたよ。悪いな。そろそろ行く。さあ出発だね。おはよう。今日も頑張ろうね。レガリア見てるとオート思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね、兄さんいるのに5人乗れるし。
ね、外の車って乗った？狭いんだよ。乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。見てよあれ、飛行機士また来やがったか。一旦止めよう。行くと。大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度、あの騎士の近くで作戦を練ろう。とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえな。補給地点にするつもりだろう。叩いて損はない。前に来たやつと同じ？外観は同じだが。一度潰してんだ。前より警戒してんだろうよ。望むところだ。イリス、大丈夫かな？心配ではあるが。平気だろ、あいつは根性ある。気持ちいいな。昼寝でもしてえな。片付けてやる。終わりか。随分上機嫌だな。うそ、また俺が守ろう。頼りにしとくわ。行くぞ。ああ、めんどい。油断禁物ってね。ノクト。はいよ。連携成功。はっ。さすがだ。こっちだよ。無事だな。はいはい、行くぞ。
やるぞ。ああ、調子いいじゃねえか。まあな。で、次の作戦は？帝国軍の巡哨を捕らえよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？帝国兵捕獲作戦開始。まったく、これだから傭兵上がりは連絡はまだつかないと困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。最初もどういうつもりなんだか。アラネア巡哨に私を監視でもさせてるのか。先々で私と彼女を引き合わせてね。彼に言わせれば人間的に信頼できると。魔導兵なんぞを推進しておいてよく言う。レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが、あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリアが助け出される。もう一度アラネア巡哨に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし巡哨が来たら奥へ通して。
今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておくが殺すなよ。分かってる。よくやった。この調子で行こう。作戦開始の合図だ。ノクト、二人と合流しろ。俺はカリゴを移送する。よし、派手にやるか。装置を破壊するぞ。そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんは？メルダ省の人間に引き渡したんだが、逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。あ、ついたか。まさか。決める。行くぞ。やっ。甘いな。行くぞ。時間過ぎちゃった。はあ？勤務時間
もう終業。悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんなし。次また遊びましょう。可愛い王子様。はあ、何だったんだあいつ。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。おかえり。やっつけたんだよね。まあな。心配はいらねえよ。あとでみんなの部屋寄ってもいいかな。ご飯係、いつもイグニスなの？ああ。兄さん、手伝わないの？お、おー。ノクトは？なあ、たまに？たまに？な、俺は手伝ってるよ。皿を出すとか。大変だね。着いたか？うん、ここ。イグニス、お疲れ様。あ、タルコット元気だといいな。着いたかな。立派な灯台だな。登ってみます。風は強そうだが眺めは良さそうだ。よ、来たね。車の音がしたから迎えに来たよ。おお、ありがとう。一緒に旅ができて楽しかった。船は？ジージが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何か問題が？思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあしばらくジージが泊まり込んで直すってさ。で船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？もちろん構わない。ああそうは言ってもね、オートのダスティンとモニカ、あの二人も調達を手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。さすがは元警護隊か。そんな二人が苦戦してるのがミスリルって珍しい鉱石。この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ、分かった。ジージは船着き場にいるよ。で、悪いね。私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。シドニーさんから聞きましたか？船の修理にはミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるっておじいちゃんの手帳にありました。タルコットが言ってた湖は多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？エリス、ちょっと外してくれねえか。え？うん、じゃあ中にいるから。さて、
船の手伝いはお前らだけでやれんだろ。あ、何それ。ちと出かけてこようと思ってる。いつも飲んだよ。すぐじゃねえが、長くもねえよ。